これですよ。これを、京都へおいでやす、どうも Mr. 京都アッキーです。今日はね、ちょっと宇治小倉あたりかな、今活発市にね来てるんやけど、息子にね、そんなにラーメンばっか食うやったら活発寿司のラーメン動画出すなあかんよって言われたんで、早速乗り込んできた。活発寿司ね、なんか家系ラーメンができてるみたいわ。はい、ということで今から乗り込んでいきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。ということで来たんやけど、早速ね、これ看板が上がってんの、これ家系ラーメン、これこれほんまにあんな、知らんかったわ。武蔵屋さん吉祥院、吉祥寺な、東京の吉祥寺。じゃあ早速行ってみよう。かっぱ寿司やってきた。はい、ということで今日はね、はま寿司以来の回転寿司かっぱ寿司にやってきました。家系ラーメンを求めてやってきた。そしたらこんなうまそうな牡蠣寿司、これも言わなあかんな、これも行こう、逆で行こう。これやな、これ390円、味玉も、味玉これ行こう。はい、来た。牡蠣言うた、牡蠣、あの家系来るまでこれ食うわ、家系来るまでこれ食うわ。牡蠣のあのポン酢ジュレ180円、これ100円ちゃう、180円、うまそうな、プリプリしてる。ということで定番の甘だれをつけていただく。ポン酢ついてるけどね。よし、これでいただく。うまそうな、これ生か、生やな、これ生の牡蠣やな。いただきます。じゃあ牡蠣いただくよ。うん、うまっ。スガキや、スガキ贅沢だね。回転寿司でこんな牡蠣、おい、うまい、うまい、贅沢。うん、今日は車なんで、あのお酒は飲まないけど、うまいわ。炭水化物をしっかり食らっていきます。吉祥寺監修やで、これ監修やで、これいつからあんのやろな、これ全店で販売してるみたいです。これおいしゃり、おいしゃりはいらんで、これおいしゃり、わー楽しみやな。はい、ありがとうございます。はい、今からラーメン食らうけど、今日は軍艦シリーズ、サラダと納豆。来たでー、家系ラーメン390円、本格ラーメンシリーズ。うわー、うまそうやな。ほんで味玉も言いました。海苔はこんな形でついてきております。はい、ということでレンギャこれを、あー、ええ香りしてるわ、これほんまにええ香りしてる。じゃあ食らっていきます。はい、ということでくら寿司の家系ラーメンですよ。家系ラーメン初めて、これむちゃくちゃええ匂いしてるわ。でこの海苔、海苔ですよ、海苔、これー味のない海苔、こういうことですね、こういうことで、味玉、これを乗せる。はい、こういうことですね、こういうことです。いただきましょう。めっちゃいい匂いしてるわ。
格的やな、これ本格的やね、これもうこれバキュームしたらもうなくなるからね、バキュームしたらなくなるけど、とりあえず糸家系の糸目、これを一気にいとこう。うまい、もちもち麺です、ツルツルのもちもち麺です、うまい。じゃあ卵いってみようか、卵いってみよう、味玉。甘いめの味付けでうまいわ。ちょうどあの鳥貴族の味玉みたいな味や、これ鳥貴族の美味しい味玉、また今度俺動画で紹介しようと思うけど、それの味やわ、ちょっとびっくり。チャーシューもうまいです。寿司。うん。なかなかうまいわ。そこからの納豆、納豆卵。うん。うまい。うまい。もう納豆やばいよ、俺もう小さい頃一番好きやけどね、この中にこの濃厚な黄身が入ってるからさらにうまい、うん、うまい。寿司とラーメンの組み合わせ超贅沢です、はい、うまい。だしはね、豚骨がむちゃくちゃ効いてるわ。でもね、家系の割には意外にあっさりしてて、美味しいです。ほんまに本格的な家系ラーメン。胡椒が欲しいね、胡椒、胡椒ないよな、うん。もう初めっこあんとこかいの思ったんやけど、言いました、おいしゃり結構多いなこれ。ちょっともうスープほとんど残ってないんやけど、やっぱりちょっと食いたかったんで入れます。これご飯の方が多いという、汁ほとんど飲んでしまったから、これで混ぜご飯。おいしゃりっす、おいしゃり。もうちょっと汁残してよかった。とりあえず食べてみよう、汁のよくかかったところ。おいしゃり食うぞ、結構ボリューム、もう結構丼半分ぐらいあるわ。こんなラーメンと食ったらもう腹いっぱいなんですよ。酢飯です、酢飯、完全な酢飯。これはちょっと、これはちょっと微妙や、これは微妙です、これは白飯の方がいいね。まあ、寿司屋の商品のネタ的には思うのかもしれないけど、これは白飯希望しますよ、うん。それじゃあお寿司を食べていきます。ありがとうございました。ということで本日は4皿とラーメンとおいしゃり、これでお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。かっぱ寿司で
家系ラーメン、本格シリーズ家系ラーメン食らってきましたけど、ほんまにね、麺ももちもちツルツルで、本格的な家系ラーメンでむちゃくちゃうまかったです。でもおいしゃりはね、おいしゃりはまあネタ的にはおもろいけど、食ったら微妙でしたね。微妙でしたけど、皆さん好奇心のある方はぜひ、おいしゃりも追加して、本格家系ラーメン食べていただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もうします。